はい、皆さんこんにちは。今回は帰化された有名人のうち、政治家の方についてです。少し前ですね、帰化情報公開の問題になった時に、取り上げられた方です。福山哲郎さんです。この方です。野党第一党の幹事長を務めておられます政治家の中で重鎮の方です。福山哲郎さんは日本の政治家、立憲民主党所属の参議院議員、立憲民主党幹事長ということで、昭和37年1月19日生まれです。で、官報にはっきり載っておりまして、ネットでも有名なところですが、私のでもご紹介いたします。昭和50年8月29日で拡大したものですが、ご家族で聞かされておりまして、福山哲郎さんは陳哲郎さん、昭和37年1月19日で、昭和37年1月19日と生年月日と名前が一致しておりますので、間違いございません。陳哲郎さんですね。で、もう一人、昭和45年1月2日の弟だと思われる方がおりまして、福山俊郎さんという方についても調べますと出てきます。福山俊郎さんは日本の俳優ということで、昭和45年1月2日俊郎さん、昭和45年1月2日と生年月日名前しております。こちらも陳俊郎さんですね。帰化した方であることが、間違いございません。調べますとこの方ですね。この方が福山俊郎さんで、俳優、司会、歌のお兄さんと落語家、マルチに多方面で活躍されます福山俊郎さんです。映画にも出演されましたり、テレビドラマにも出演されましたりと、俳優で、またたくさん幅広く活躍されている方です。やっぱりですね、在日の方は日本でステータスの高い地に疲れてるということがですね、これからも分かります。ご兄弟で、そういう形ですので。で、ですね、このちょっと前にありました、帰化情報問題ですね、これについてまた調べますと、結構この、削除されてまして、日本維新の会の足立議員が国会議員の国籍帰化情報を公開すべきだということに対して、今調べますと、削除されたりとか、してるのを見ますと、これはこの問題がですね、この追及が始まりますと自爆してしまうからじゃないかなと思います。ぜひ本当は皆さんの国籍の帰化情報を公開してほしいと思います。帰化議員ばかりであることが、はっきり分かります。で、以前こういうふうに取り上げられたように、ネット上でもはっきり載っております、官報ではっきり載っておりますことからも、福山哲郎さんが、メディアがですね、取り上げてよく非難するんですけど、これはですね、この人だけっていうことを強調したいんですね。私が調べた限りでも、たくさんの方が帰化した議員だと分かっております。そういう方々の出自を隠したままにしたい。他は全員、日本人から公正に選ばれた議員だっていうことを言いたいんですね。そういうわけですので、福山さんは不当な扱いを受けてるんじゃないかと思います。官報ではっきり出しておりますので、潔くも思いますし、他の方はですね、他の通名で隠して出してるとか、そういう方がいる中で立派だと思います。帰化議員ばかりの現状の中ではですね、もっと重要な地位に就かれてもいいんじゃないかなと自分は思います。日本の国会議員の中で帰化議員ばかりが多いということは、またですね、選挙の公正性についても疑惑があります。不正選挙についても私動画で上げてますので、ぜひご覧いただけると幸いです。
で今回は、福山哲郎さんと、まあ、あのご兄弟の方について、紹介させていただきました。今回は以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。